さあ、ここからがハイライトだ。ここだけ YouTuber をやってる仮面ライダーたちに対するネットの反応をお送りするよ。みんなネオンちゃんみたいに YouTube やってる。本編中もか本編後からかは問わない。ジャンルも自由とする。なお死んでる奴らのことは深く考えないものとする。この画像はポケモン対戦やって、相手が自分の思い通りに動いてるのを笑ってるマスロボ。なお数分後急所で戦略を壊される。事務所不明で活動する謎の人物、赤いギーツ、主にお悩み相談や雑談の動画を出している。スターオブザスターズオブザスターズの頃は公式チャンネルとかあったんだろうな。世界作り変えた時に全部消えちゃったんだろうな。エース様のチャンネル、なんか寂しい。マスロボが大パンしてる絵はなんかありそうなんだよな。多種多様なゲーム実況を出してる M、マルチプレイの時にパラドやニコがゲストで来てる。たまに、パラドとニコが勝手に格ゲーとかの対戦動画上げては、ガチ勢の目に留まって消すに消せなくなってそう。M たちでピクミン3のビンゴバトルやってほしいな。YouTuber をやっていることで、救われるという二次創作とかあったりなかったりするかもね。公式ネタで、再生数2程度の動画を連発していたアルト社長。イズとフワさんしか見てない。トウマは本の紹介動画出してそう。アルトは爆笑ギャグの動画とか。チャンネル作れたはいいものの、解説してから1本目の動画を作るまでめちゃくちゃ時間がかかり、編集もとんでもなく下手で、たまにカメラ外で、ああもう、俺がやるからそこでじっとして、僕がやります、と聞こえてくる氷川誠チャンネル。各ライダーをプレゼンしたり、重箱の隅をつつくような小ネタを紹介したりするカリさんは想像ついた。逆にスエルとかはどんな動画出すのか全然想像つかない。スエルはなんだろ、ゲームの歴史解説とか、デザグラの宣伝や自身のプロパガンダかも。ニラムには、ひたすら美味しいものを食べる動画を出してほしい。キリアさんは基本的に、美味しいハワイ料理のお店を紹介する動画を出してる。たまーに M のゲーム動画にお邪魔したり、動画内で仕事、かっこ神の愚痴が出てたりする。お食事系動画なら、タケル殿がご飯食べてるところを出してほしい。それ見た人たちがこれ、お寺のチャンネルだよね。って思いつつ、ご飯食べる姿にほっこりしててほしい。マスロボは YouTuber やって、多少承認欲求満たされたら余計なことしなそう。YouTube で、争い合い人間どもの演説動画を上げてそう。視聴者から寄せられた不幸話を紹介するベロバ。アカシアサンタかよ。アカシアサンタは不幸度とかに応じてプレゼントがもらえるけど、ベロバのチャンネルはあんまそういうのなさそう。バックに、いかにも景品が当たりそうな感じの番号パネルが置かれてそう。視聴者の不幸体験がベロバのお眼鏡にかなう不幸だったら、パネルを開ける権利をもらえるもどの番号も外れ。翔一くんや天童みたいな料理できる人たちは、お料理動画出して、戦サイズの動画を出すなごさん。森を、ネオンちゃんほどじゃないけど、俺も結構見てもらえてるんだよ。K は、ちょっと見てもいいかな。ショート枠でよくある、大したことない要素雑談とか言って読み上げてるだけのやつだ。エワは普通に雑談動画とか、タヌキそば食べてる ASMR 動画とかかな。ここに熱心な赤スパを送る視聴者が一人。手にかげろうがアップしたメイク動画がバズってしまい、しばらく職場で噂されてた大事。事誤解を解いた上で、動画アップの許可を出す大事。堂々と動画を更新しようとするカゲロウ。メイクなのに、バッチバチにイケメンな顔面で映り込むお兄様。わめくコメラン、切れるカゲロウ。お兄様を縛り付けてカゲロウにメイクさせよう。お兄様が抵抗できずメイクされてしまう様子を全世界に流してしまおう。アトロポスがおままごとする動画。お兄ちゃんと妹しか登場しなさそう。可愛い妹ちゃんもっと出してっていうコメントがそこそこ書かれてそう。DIY 講座してる道長、視聴者からついたあだ名はバッファの親方。ネオンちゃんからの助言で、月1くらいの頻度で家で一人焼肉しながら雑談配信をするようになる。お宝ちゃんもお料理動画かな。視聴者は青の食紅が出てくるか否かでハラハラしてる。趣味で作曲したのを上げていってるプロフェッサー。あと何かと友人とお揃いにしたのをコミュニティに載せたりする。視聴者からはそこまでする。とか突っ込まれがち。路上ライブだけでなく動画でも歌手活動してるウィン。ライダー単体というか組織だけど、デッドマンズやウィークエンドは動画使った布教活動もしてた気がする。俺たちの沢渡チャンネルで、
サンバカと共にミータンへの愛を語るカズミン。天童がお料理講座、動画の締めには必ず天童語録が一つ語られる。それめっちゃありそう。宝太郎は創作料理作りの動画出す。狩崎さんはたまに、自作の仮面ライダー二次創作芸作って配布してそう。一昔前のノリでニコニコに投稿してそう。コンテンツが自然、鍛錬、太鼓なのでお年寄り人気が高い響さんのチャンネル。撮影とかは他の人がやってそう。確か響さん機械音痴だから。2000の技をパート分けして披露していく5台、なんやかんや再生回数は多い。相川はじめの写真館のコメント欄に必ず現れる、通称、カリス大好きおじさん。普段はバカだが、家でできるトレーニングを紹介するときや、効率よく筋肉をつけるためのアドバイスなどはめちゃくちゃ的確かつ、わかりやすい盤上。試しにモーニングルーティーンを撮ってみたところ、ただの面白映像になるヒゲ。機械音痴な上、カメラの前に立つと緊張でガタガタになるため、自分から配信をしようなどとは考えないし、家族の配信にもあまり出たがらない一気。出現率が激レアだからこそ事故で映り込んだ姿が話題に。チャット欄が一気にお兄様、お兄様来た、お兄様映り込み記念スパチャでバチ切れかげろう。シンジ、今日は餃子作るぞ。大丈夫か、餃子作るのってバカにはむずいぞ。ぐっちゃぐちゃになりそう。シンジ、な。お前らそう言っていられるのも今のうちだからな。面白いことになりそう。できるのか、無事完成すればいいが、その後、シンジ、シャー完成、言ってなかったけど餃子はめちゃくちゃ得意なんだぞ俺。バカのくせにとんでもない飯テロ出すじゃねえか。く、悔しいが晩飯は餃子に決まりだ。ふざけやがって、木戸ごときの餃子で腹減ってきただと、シンジ、お前らちょっとは素直に褒められねえのかよ。桜とネオンのコラボ配信の2段目か、と思いきや、なぜか桜と慶和のコラボ勉強配信が始まりシリーズ化される。あのほら、なんかタイムラプスで早送りしながら、ただただ勉強してるところを撮ってるだけの動画あるじゃん。家族の配信に事故で映り込んだことに気づくと、その辺のクッションやら手のひらやらで顔を隠しながらカメラからフェードアウトする一気。出現率が激レアな上、カメラから逃げる際の挙動が小動物じみてるため、ますます話題になってしまう。増えるお兄様映り込み記念スパチャと切れるかげろう。最新のファッションを披露する玄徳。コメ欄に素材は良いが、アクセントが下手すぎるとか書かれてそう。切り抜き、お兄様映り込み集パート8。多分お兄様助かるコメントに切れるかげろう集もある。かげちゃん、生配信中にガチ切れしてビルに変身して、本編序盤みたくお兄様を本気で殺そうとしてるところが配信されて、残虐行為でアウト判定食らって1回くらいバンされそう、と思ったけど、あんまり自分自身がどう言われようが気にしなさそうなんだよな。どっちかっつうと、お兄様と比較して大事を下げたり大事をバカにするようなコメントが来たりしたら、ブルバの職権乱用してアカウントの住所突き止めるぞって脅して、配信ぴったりしそうなイメージ。後で大事に死ぬほど怒られる。変身するか、どこで買ったのかよくわからないティラノサウルスの被り物や紙袋で顔を隠すと、カメラの前でも緊張で震えないことに気づいた一気。家族の配信に呼ばれた際に、被り物を被った姿で出てくるお兄様を見て違う、そうじゃないになる視聴者。何話の美少女チャンネルとかありそう。コメ欄、〇〇くんもいい動画を撮っているじゃないか。それに引き換えがいむ。そんなこと言いながら高評価してたりスパチャしそう。悪魔系 VTuber 名乗って実名顔出し実写するバイスか。バイスまで配信をやりたがるので、緊張せずカメラの前に出る方法が変身するか恐竜の被り物を被って顔を隠すか、酒を飲んで理性を麻痺させるかの三択になってしまった一気。変身すると記憶がなくなるし視聴者に顔出しを求められて、しぶしぶ顔出し配信をするも、機械音痴と極度の緊張による判断能力低下が重なって、途中で撮影機器をぶっ壊してしまった。緊張を返すための飲みすぎで、配信中に頂点ちゃんよろしく、吐いて配信の記憶が消えるルートもあるかもしれない。それ以来一人で撮影機器に触るのを禁止される。ビルドの4バカにはわちゃわちゃゲームやってほしい。天才うさぎチャンネル、終わらねえ。天才一人とバカ3人でルドをやってみた。無限地獄。なかなか上がれず一人取り残されるセント。チャット欄は、天才も運ゲーの前には無力、
雑魚天才助かると大盛り上がり、ユーリと凛太郎と二人で旅動画でも、二人が好き勝手するから付き添いの人がいる。天才ゲーマー M の夢日記実況、トウマをリーダーに、他のライダー作品問わずをゲストに呼んで、絵本や児童文学の朗読をするチャンネル。基本的にカメラで朗読をしている様子を映すスタイルだけど、翔ちゃんはちょっとしたタイミングでカメラにプチアピールをしてリテイクになっているし、簡単な感じをど忘れして真面目な青年からいつもの元ちゃんになるシーンが入った NG 集の動画がバズる。